今日は約束通りカメラプレゼントの企画をやります。今日の動画のね、どこかでカメラプレゼントの、説明をいたしますので、動画最後まで、見ていただくなり、楽しんでみてください。私のチャンネルを、初めて私の動画を見る方はぜひチャンネル登録お願いします。じゃあ前置きはこの辺、もうちょっと行こうかな。前回の動画だったかな。で、EOS-1DS Mark III、 私のメインカメラが故障しましたということをお伝えして、修理に入れますっていうことをしたんですけどね、診断が返ってきまして、修理不能ということで、私の EOS-1DS Mark III はね、もう見事にお亡くなりになりました。で、メインカメラがないっていう状況になって、50D はね、持ってるんですけど、50D でちょっとね、APS-C で、今持ってるレンズにちょっと合わないっていうこともあってね、急遽ね、安いフルサイズの一眼レフを仕入れました。安い一眼レフのフルサイズって聞いてね、ピンとくる人はもういると思うんですけど、これです。EOS-5D の Mark I っていうんですかね、海外の人は EOS-5D-C、とか言って、クラシックとか言ってる人もいますけどね、一番最初の EOS-5D です。これ、1,200何十万画素だったかな。画素数は少ないんですけどね、案外画質がいいんですよ。で、1DS に比べたらやっぱね、ちょっとガクッと落ちる部分はあるんですけど、当面は我慢してこれでやっていこうと思ってます。前置きはこのぐらいにして本編スタート。中年オタッキーです。今日はね、前回の動画でも予告した通り、1円で購入したレンズで写真を撮ってみようということに、なってまして、1円でその購入したレンズっていうのは、これなんですけどね、EF35105 F3.5 から4.5 っていうレンズで、これね、直進式のね、ズームレンズになります。発売はね、多分ね、1989年ぐらいのレンズなんですけどね、これレンズコーティングはね、多分見えないと思うんだけど、見えるかな、ちょっとね、つぶつぶ状にね、レンズコーティングが、剥がれてました。ちょっとほこり乗ってんな。ちょっと剥がれてるんですけど、前玉ってね、あんまり影響出ないんで、このぐらいはね、全然大丈夫と思うんです。ほんでね、中玉よりもね、ちょっとだけ薄曇りがある感じなんですけど、問題ないかなっていうぐらいの、曇りになってますね。これ見えるかな。でね、このぐらいのレンズがね、1円で買えたって、送料が750円ぐらいかかったのかな。で、751円で、購入した、ジャンクレンズですけど、ちゃんと動くんでね。で、今回はね、このレンズで写真を撮るだけではなく、こいつと、このレンズと、この EOS-1 のフィルムについて、このレンズとも競わせてみました。こっちがね、28105 F3.5 から 4.5、 フィルム時代 のズームレンズとしては比較的ね、定評があるレンズで、絞ればね、結構シャープに映る。で、こっちはね、知ってる人は知ってる、小三元レンズですね、EF2470F4LISUSM、 L レンズってやつ、高いレンズです。これね、これ新品で買ったら確か15万ぐらいするのかな。私は中古で買ったから7万5000円でしたけど、で、この1円で買ったレンズ対7万5000円で買ったレンズ、7万5000倍の値段で買ったね、レンズとどう戦えるのかっていうのをぜひ見ていただける。まずね、1枚目っていうか、一番最初はね、この EOS50D で、撮影した、
まあ、ちょっとメインカメラが壊れたんで 50D で撮影した写真になるんですけど、あの3本ともね、焦点距離を 35mm に合わせて、で絞りを F8 で、全てピクチャースタイル、風景、ホワイトバランス、オートで撮ったものです。で、この1円のレンズだけレンズフードがありませんでしたので、フェアじゃないということで、トラック、今乗ってるトラックの中から、撮りました。まあ、直射日光がレンズに当たるんで、その影響を避けるために、トラックの中から撮った写真です。まあ、とりあえずその3枚を見てください。別に三脚で固定してたわけじゃないんで、ちょっとずつ、まあ、画角、角度が違ったりもしてるんですけど、まあ、特徴的なのはね、ちょっと、まあ、俺、あんまり色が、その目がね、色盲なんで、色があんまり見えてないっちゃ見えてないんですけど、2枚目のね、EF28105F3.5 から 4.5 の色が若干薄いような、気がします。僕はそういう気がしますね。で、まあ実はね、レンズコーティングがちょっと違うんですね。これもし間違ってたらごめんなさいですけど、僕の知ってる知識ではね、この古い時代のレンズっていうのはね、レンズコーティングに鉛の成分を使ってます。で、その鉛の成分が禁止になっちゃったんでね、安いレンズの性能がね、著しく一時期落ちたんですよ。今も多分そうだと思います。今も落ちてると思います。でこの EF28105 というのは、いや、大したレンズコーティングがされてないので、色収差というかな、色収差というかな、がうまく取れてないです。つまり色が抜けている状態ですね。レンズっていうのはね、光がレンズに入ってくると、まあ、屈折するんですね。で、屈折して光の三原色が一旦分離するんですよ。まあ虹と同じような状況ですけど、それをそのいろんなレンズを組み合わせたり、コーティングをうまいこと組み合わせたりして、うまいことしてそのセンサー面、まあ、フィルム面、センサー面に届くようにするっていう、まあ一番有名なのが、カールツアイスのプラナーっていう、プラナー構造って言ってね、前と後ろ、前のレンズと後ろのレンズを似たような形にして色の収差を抑えるっていう構造なんですけど、ズームレンズはね、それがちょっと難しいんで、比較的ね、色が抜ける、まあ、色が出ないレンズが多いっていうことになるんですけど、この時代のレンズは、その、解像度は大したことないんですけど、色がよく出るっていうのは、なんていうんですか、コーティングがね、いいコーティング、まあ、安物としてはいいコーティングが、使われている。で、じゃあ L レンズはなんで色が出るのさっていう話になるんですけど、L レンズはね、そもそも使ってるガラスが違います。これね、形跡ガラスっていうのをね、メインで使ってありますんで、光の屈折率、反射率、それと乱反射も抑えられて、まあ、高いなりのことはあるんですね。そういうわけなんですよ。で、とりあえずその EF28105 っていうのは色が出ないっていう、これね、色はそんなに出ないですけど、結構シャープに映るんで使えるんですよ。使えるんですけど、まあ、今回はちょっとここからは外します。で、とりあえず次は、この1円のレンズで撮った、作例を数枚見ていただきましょう。はい、ここでね、カメラプレゼントのお時間です。今作例、まあ結構ね、いい感じの写真だったと、適当に撮った割にはいい感じの写真撮れてると思うんですけども、そのレンズをお付けしたこれ EOS650 を見てる方にプレゼントいたします。で、これね、もう電池も入ってます。フィルム2本ぐらい撮ってね、テスト撮影した電池も入ってます。で、 EOS650 特有のシャッターの汚れですけど、まあ、少し出てますけどね、一旦清掃してます。これね、清掃してね、撮った後はね、汚れ出てないんで、しばらくは使えると思います。っていうか、ずっと使えるかもしれませんね。そんなわけで、オートフォーカスもちゃんと効きますしね。
賑やかな音、フォーカスの音ですけど、あの音フォーカスもちゃんと聞きます。これをね、あのプレゼントしたいと思います。あの転売しようと思ってもダメですよ、これ売れないです使ってください。それでね、応募方法なんですけど、私のまず、動画のね、YouTube の、アカウント、まあ、フォローしていただく、チャンネル登録をしてください。で、その次に、Twitter のアカウント、中年オタッキーで、検索したら出てきます。中年オタッキーのアカウントをフォローしてください。で、フォローした後に、DM で、カメラプレゼント、応募いたしますと。まあ、自己 PR とかもあったらいいかもしれないですね。を送っていただければ、参加するっていうことになります。で、そうですね、今日が何日だ、今日8月の30日になりますんで、9月15日まで応募期間といたします。で、9月15日の、深夜23時59分59秒をもって応募を終了させていただきます。2018年のですね、この動画いつまであるかわかんないんですけど、2018年の9月15日の23時59分59秒までです。0時になったらもうダメですよ、次の日になったらダメです。それで、あの現在のねフォロワーの数を見ればわかるんですけど、ものすごく少ないです。だからね、もしかしたらね、3分の1とかね、そういう確率でこのカメラレンズ付きで当たるかもしれません。あのフィルムの写真やりたい方、これね EOS にね、APS-C の EOS キスとかにも使えますし、フルサイズの EOS にも使えます。使ってみたいなって思う方ももちろんいいです。まあフィルムのね写真を撮ってみたいなっていう人がもちろん一番嬉しいです。目的はフィルムで写真を撮ってもらうっていうことなんですね。だからフィルムで1枚1本でも写真を撮っていただければ嬉しいんですけども、とりあえずそうやって応募していただければと思います。では、話の続き、まあ動画の続きに行きましょう。今ちょっと作例を見ていただいたんですけども、まあこれ1円のレンズにしては結構いい写真が撮れてるんじゃないかと思うんですけど、じゃあここからはね、いよいよこのレンズと勝負です。この L レンズと勝負いたします。さあ L レンズと勝負したらどうなるのか、まず1枚目をいきましょうか。1枚目はね、両方ともこの EOS5D で撮った写真になります。ちょっとね露出が変わってしまったんで、まあ比較ちょっとしにくい写真になってしまって申し訳ないんですけど、まあ見りゃわかるんですけど、まあさすが L レンズっていう描写をしてますね。ちょっとね意地悪ではありますけども、わざとね太陽光が入るような逆光の写真であえてやってます。まあここまで差が出るんだなということを実感、さすが75,000倍75,000倍の値段しましたからね。そんな感じでね、まず1枚目、じゃあ2枚目いきますね。2枚目はね、片っぽが EOS5D で L レンズで、片一方は EOS50D で1円レンズでいきました。見ればわかるんですけども、1円レンズの方はね、豪快にまあゴーストが左側に出ています。で、まあ太陽のフレアもちょっと激しめですし、シャープネスもだいぶ失われてますね。まあここがね L レンズと安いレンズの差なんですね。同じような写真が撮れたらね L レンズいらないやって話になっちゃいますんで、まあこのぐらいの差は出てしまいます。でもね、まあ比較的見れる写真撮れたと思いますよ。1円の割には頑張ってます。これこの下手なレンズよりいいと思うんですよ。これで焦点距離がね35105というね中途半端な焦点距離なんですけどね、これ考えようによっては結構いい焦点距離です。風景を撮らない、要は超広角、広角がいらないっていうスタイルで撮る、まあ例えば子供の写真にはねこの焦点距離かなりいいと思います。APS-C に換算すると、だいたい50ミリちょっとから、170ミリぐらいの画角になってきますから、まあ標準から
中望遠以上、まあ長望遠にちょっと手が届くかなぐらいの距離になりますし、フルサイズとフィルムで撮っても、まあ、35105だったらやや広角の標準から、中望遠、でね、これね 105mm という焦点距離ね、あのテレタンにしてね、開放にするとポートレートにも使えます。フルサイズではポートレートにも使えますよこれ、そんなわけでね、結構いいレンズですよこれ、間違いないです。結構ね、焦点距離が中途半端だとか直進式ズームで使いにくいとか、いろいろ酷評されてますけどね、画質もねなかなかですし、これいいレンズだと思いますよ。ただ弱点が一つだけ、最短撮影距離がマクロを使っても89センチなんですね。寄れないんです。ここだけが弱点ですけどね。まあそんなわけで、今日のね動画どうでしたでしょうか。安いレンズでもね、なんとかいい写真を撮りたい、そういう人にはね、ちょっとおすすめの動画になってくると思います。みんなね、世の中にはね、お金がある人お金がない人いろいろいます。まあ俺もね、そんなにお金ない、もう本当にお金ないんですけど、でもね、やっぱね、趣味にね、ちょっとでもね、時間を割いてその楽しいことをすればね、また働く意欲も湧いてきて、もしかしたらお金持ちになれるかもしれないですし、まあ趣味楽しいんですね、写真楽しいです。ぜひね、お金がない人もね、やってもらおうということで、私のスタイルでやっていってます。もし、さっきも言いましたけど、よろしかったらチャンネル登録してください。もしよかったらいいねボタンも押していただければ嬉しいと思います。次の動画はね、どうしようかな。次の動画ね、実はねまたカメラ買ったんですよ。それもね、散々バカにしまくってたソニーのミラーレス買いましたで5000円で5000円で買いました。ソニーのミラーレスね、中古バカ安なんですね。なんでか知んないですけど、人気ないの、まあよくわかんないですけど、安かったんで買いました。ちゃんと動きます。で、これにね、オールドレンズを乗っけて、いろいろ写真を撮ってみようと思ってます。ちょっとね、2話連続で、フィルム写真から外れますけど、ちょっと新しいネタが入ったんでね、勘弁してください。まあそんなわけで、今日の動画は終わりにいたします。チャンネル登録よろしくです。それではまた。